はい、皆さんこんにちは、アキです。先日なんですが、ゲオモバイルのサイトで第2世代の iPad Pro 10.5 インチモデルを注文して本日届きました。はい、これですね。それでこの iPad Pro を購入するか、今発売されている iPad Air 3を購入するか、すごい迷ったんですけど、最終的にですね、こちらの第2世代の iPad Pro を購入することに決めました。今回の動画では僕がなぜ iPad 3じゃなくてこの第2世代の iPad Pro を購入したかですね、この理由など述べていきたいと思います。はい、では初めにこちらの第2世代の iPad Pro 10.5 インチを購入することに決めた一番の理由ですね、述べたいと思います。はい、こちらの iPad Pro 10.5 インチ第2世代のものはですね、発売日が2017年6月に発売されたようなんですね。それで iPad Air 3は去年発売されました。あと CPU とかの性能を比べた場合ですね、こちらの iPad Pro はですね、チップが A10 Fusion っていうのを使われておりまして、 iPad Air 3は A12、 iPhone XS とかにも使われているチップですね、使われております。はい、ただメモリに関してはこっちが 4GB、 RAM が 4GB で iPad Air 3が 3GB ですね。はい、あと GPU、 これ僕もちょっとあまりよくわからないんですけど、 GPU っていうのが高い方がですね、例えば動画編集とかするときにもいいみたいですね。なんで GPU がですね、 iPad Pro 10.5 インチ第2世代のこっちの方が iPad Air 3よりも、スコアが大きいということを僕はですね、調べて分かりましたんで、であれば、じゃあ今だったら中古で安く多分売ってるなって思って探して、で比較的安めで状態もいいのをゲオモバイルの、サイトでですね見つけたので、最終的に僕はこれにしました。今のが僕が第2世代の iPad Pro 10.5 インチを選んだ理由ですね。はい、ではここから僕が購入したスペックとか、そのゲオモバイルの購入した価格とかですね、ちょっと、お伝えしたいと思います。はい、まず購入したのが、第2世代の iPad Pro 10.5 インチの 256GB のモデルですね。あとは Wi-Fi じゃなくてセルラーモデル、これは SIM フリーではなくて au のですね、セルラーモデルで SIM ロック解除はされていないものですね。はい、あとちなみに Apple Care も2023年9月29日までついております。はい、これはなんでこんな長いかちょっと後から理由を述べますが、 Apple Care もついておりました。それで税込み6万3000円くらいでした。はい、なんでもしこれを、仮にですね iPad Air 3を新品のもので購入しようかと思うと、Wi-Fi モデルであれば、この値段になってしまいますね。はい、うん、でこれを、SIM フリーにするとまたこの値段になってしまいます。まあ、10万超えてしまうんですね。もし iPad Air 3の 256GB、まあ、Wi-Fi モデルか SIM フリーモデル新品で Apple Store とかで購入しちゃうと、まあこの iPad Pro 10.5 インチを購入するよりも3万から5万円ぐらいですね、値段高くなってしまうんですね。はい、なので僕は、こっちのですね中古端末を選びました。はい、では次に第2世代の iPad Pro 10.5 インチと iPad Air 3の違いと、あとはこの2つでできることをですね、簡単に述べていきたいと思います。まず1つ目、性能、これは冒頭で述べたのでちょっと省きます。2つ目はスピーカーの数。はい、3つ目はプロモーションテクノロジーの有無。4つ目は特にないかな。はい、まあ、このぐらいかな。あとはできることとしては、Apple Pencil が両方とも使えて、スマートコネクトというですね、ちょっとすいません、ピンとぼやけるかもしれませんが、ここにスマートコネクトっていうのがスマートコネクトっていうのがあって、これに対応しているキーボードを購入すれば Bluetooth 接続を必要なく、キーボードで
文字を打てたりします。はい、ざっとできることはこのような感じですね。ではスピーカーの数なんですけど、 iPad Pro 10.5 インチ、このモデルがですね、スピーカー4つあります。なんで僕もさっきちょっと音楽聞いたんですけど、結構音いいですね。低音はそんなにないんですけど、普通にですね iPad とかでこのスピーカー、通常2つなんですけど、それで聞くよりも迫力があって、これ下手したら、普通であれば iPad とかですね音楽聞くときは Bluetooth とかのスピーカーを使うと思うんですけど、それ必要ないかなっていうぐらい音質ですね、あと迫力とか、あります。なんでスピーカー4つあるのはやっぱりいいなって思いました。はい、では次にプロモーションテクノロジーの有無ですね。はい、第2世代の iPad Pro 10.5 インチモデルの方がプロモーションテクノロジーがあって、これがですね何かというと、これがあった方が、Apple Pencil の書き心地が滑らかであることと、あとスクロールした時に画面の動きが、滑らかっていうことかな、この違いかと思います。僕これそんなにですね、あってもなくてもいいっていう感じだったんで、これはそんなに気にしてはいません。はい、あとは Apple Pencil とスマートコネクタ対応ということで、これはですね僕 Apple Pencil すでに持っております。というのも一番最初に iPad Pro 9.7 インチモデル出た時にその端末と、Apple Pencil 買ったんで、Apple Pencil 持ってて、その端末 iPad Pro 9.7 インチ売ってしまったんですよ。で Apple Pencil は持っていたので、特に買わずにこれを使うことができるということと、あとは、メルカリでスマートコネクト対応の、ロジクールから出ているキーボードですね、比較的安く手に入ることができたのでそれを使う予定ですね。はい、次に第2世代の iPad Pro 10.5 インチと iPad Air 3のですね、液晶画面の大きさと寸法とかなんですけど、液晶はですね、どちらとも 10.5 インチでございます。はい、あとは寸法とかはほぼこれと同じと言っていいんじゃないかなって思います。はい、次にカメラのスペックなんですけど、第2世代の iPad Pro 10.5 インチのこっちの方がですね iPad Air 3よりもいいようですね。ただ僕この iPad Air 3とこっちを購入するか迷ってた時にカメラのことは一切調べてなかったので、ちょっとそれで詳しく分かんないんですけど、基本的にカメラですね、 iPhone11 とか、一眼レフあるんでほぼこれで使うことはないかなって思ってたんで、その iPad Air 3かこっちにするかどっちにしようかなっていう要点にはですね入れていなかったので、ここでは説明省きたいと思います。はい、では次に先ほどですね、お伝えした Apple Care ですね、 Apple Care なぜ2023年9月29日まであるかっていうことについてお話したいと思います。はい、で購入したのがゲオモバイルの、中古のですねオンラインショップなんですけど、ゲオモバイルの、中古端末ってかなりですね、全保持者が au とかソフトバンクとかドコモとかで、購入した iPhone、iPad を売っているケースが圧倒的に多いんですよ。はい、それで、この端末ですね、おそらくなんですがこれ au のキャリアで全保持者が購入して、いまだにですね分割で支払いしているかと思います。この端末の料金を、24回払いとかそんな感じで払ってると思うんですけど、その時にですねこの購入した時に au の、Apple Care、入ることができるかと思います。で au のキャリアの Apple Care とかって2年とかじゃなくて確か48ヶ月、約4年間ですね、4年間、入ることができるかと思うので、それで未だにですね支払いをしているんじゃないかなって僕思ってます。はい、2023年9月29日までっていうことなんで、おそらくこの全保持者は2019年9月29日にこの端末を購入して、で未だにその Apple Care の支払いを月額しているので、
その2023年9月29日まで今は有効期限があるかと思います。それでですね、以前に僕 au のスタッフの方にですね聞いたことあります。このような状況でですね、このような状況っていうのは中古端末買って Apple Care がですね、まあ、2023年9月29日まである状態、このような状態の時にもし仮に全保持者が、まあ、売った人が、あ、Apple Care に入っ、そうだ入ってるな、じゃあ解約しようと思って、もし解約した場合どうなるんですかって聞いたんですが、その場合は今のところ2023年に9月29日まで有効期限はあるけど、もし解約したら、それはなくなってしまいますよって、言われました。なのでもしかしたらこれは全保持者が気づいて、 Apple Care に入っているのに気づいて解約する可能性もあります。はい。ただ以前ですね、同じようにゲオモバイルで僕 iPhone XS を購入したことがあります。はい。それで同じように Apple Care がすごい長く残ってましたと。はい。で僕は iPhone XS を落としてガラス割ってしまったんですけど、 Apple Care が結構長くあったんで、まああったんで、それを使って、ガラス修理なんで Apple Care の場合は3400円ぐらいかな、まあ、そんな感じで修理することができました。はい。なのでまあ一応ですね、 Apple Care あるけど、もしかしたらなくなる可能性もなきにしはあらずということで、もし購入しようと思われている方はちょっと注意した方がいいかなって思います。というわけで今回は第2世代の iPad Pro 10.5 インチと iPad Air 3購入するのを迷って最終的にこっちにしましたよーっていうお話でございました。はい。それではまた。